カールリヒアルドニーベリは、スウェーデンの発明家で、実業家である。ニーベリは、ベストマンランド県のアルボーガで生まれ、後に、ツンドビベリで最大の産業の一つとなる、マックス・ジーベルト特書等工場を設立した。学業を終えると、ニーベリは、宝飾職人として働き始め、後に、ストックホルムに移ると様々な金属加工業に、携わり、その後、 J.E. エリクソン機械工場に就職した。そこで働いている間にニーベリはブロートーチを考案し、後にその案を実現していくつかの安全機構を組み込んだ協力で直接加熱できるブロートーチを完成させた。1882年にニーベリはメカニクスを辞め、ストックホルムのルントマーカルガタンにブロートーチの製造工房を設立したが、製造と販売の双方で、 長い時間を要したため事業の状況は芳しくなかった。しばらくの間ニーベリは通風に効くという指輪を販売してここをしのいだ。1884年に工房をスンドビベリに移し、1886年に物産店でニーベリと出会ったマックス・ジーベルトがこのブロートーチに興味を示し販売を始めた。このスンドビベリの 工場オーナーに支援されニーベリはアルファを設立し、LM エリクソンの支援で電線の製造を始めた。プリムスがグロウトーチの製造を始めると、ニーベリはパラフィンオイル、ケロシン調理器を作ることにした。ビクトリアと呼ばれる最初の方はそれほど売れなかったが、後のスベアはよく売れた。ニーベリは多数をロシアに納品するようになり、間もなく。 週に3000個を製造するようになった。1906年に会社は株式会社に改組され、ニーベリは自社の従業員に対しては非常に気前がよくしばしば会社の株を従業員へ分配した。この従業員は会社を辞めるときに他で働く従業員よりも一般的に良い条件が与えられたので、ニーベリなり金として知られた。百二十二年に会社は マックス・ジーベルトに売却され、ジーベルトは1962年にエッソに買収されるまでこの会社を所有し続けた。ニーベリは蒸気エンジン、航空機、スクリューといった様々な機械に関する多くの発明に携わった。最も著名なのは航空先駆者としての業績であり、空飛ぶニーベリとして知られた。1897年から1910年頃まで、 リーディンゲにある自宅の外でフルガンを製作し、庭にある環状の木製トラックと冬は氷の上でテストを行った。しかし、当時は小型の効率的なガソリンエンジンがなかったため、幾度かの短いジャンプ飛行を行うのがやっとであった。ニーベリは、翌型の開発で、スウェーデン王立工科大学の J.E. セーデルブロム教授の助けを得て、精力的に開発を行ったが、 フルガンも空中に飛翔させることは叶わなかった。また、翼の縮小モデルのテストを行えるように独自の風洞も設計、作成した。フルガンの翼幅は5メートル、翼面積は13平方メートルであった。エンジンは4つ、ブロートーチで加熱されるボイラーを備えるニーベリ自身が設計した蒸気エンジンであり、最大出力は 2000rpm で 10hp であった。 機体の総重量は8 0ラムであった。ありがとうございます。